辞める時って大体分かる感覚的にも、あ、もう俺今年で危ないかなっていうの何年かあった？いや、ありましたね。もう最後は分かりやすかったですけどね。僕はもう最後の5年目はあの育成になってたんで。あ、育成になったのか。はい、育成になったんで、もうこの今年あかんかったらもうダメやなというところでしたね。まあ、試合数も減ってきて、もうでも3年目4年目とかももちろん感じてましたけど、もう5年目はもう今年は本当に いよいよだとか、いよいよだ、あ、はい、大体もう分かるっていうもんな、やっぱりな、まあ、試合もだんだん外されてきて。そうですね。なあ、まあ、パーマは特にな、うん、でその後のこう仕事キャリアとしてさ、この セカンドキャリアとして考えたの、その頃に。いや、考えられなかったですよ、何も。やっぱり辞めてから。辞めてからですね。辞めてからもうどうしようかっていう感じで。そうです、そうです。その選手やってる間は、うん、まあ、周りからもね、あんまり考えるなとか親からもこう話されたりしましたけど、うん、考えようと思っても、もう今の現状どうしようかっていうことが、はいはい、やっぱり一番来るんで、うん、なかなか考えられなかったですね。で、辞めてからどこに就職したの？不動産や。そうですね、不動産やってても不動産やな。不動産のあの中にもまあジャンルがあって、新築の建て売り販売というジャンルですね。新築一戸建てを販売するという営業職です。え、今それやってんの？いや、今はあの違うでしょ。はい、2、3の転職しましたんで。不動産のその建て売りからまた不動産の中でこう仲介業という方に、まあ、キャリアアップしたいなと思って、はい、転職しました。今はまあ不動産とは関係ない、まあ、ネット販売の会社ですね。ネット販売というのはほぼじゃあ会社の中にいてる。そうです、まあ、その前まで不動産の仕事の時は、まあ、外回りだよな。はい、営業の仕事だったんですけど、今はもうずっと会社の中だったことですね。なんかパソコンとか見ようでやってんの？パソコン見ようでやってます、やれてんの？いや、初めてから、多分パソコンとかそういう営業まで触ってへんやろ。触ってないですね。触ってないよね、はい、だからもう1年目が一番苦労しましたね。あの組になって不動産で働いて1年一番苦労しました。もう本当にあの電話応対の仕方が先輩に教えてもらって、先輩とこうマンツーマンで電話してるふりしながらあの話するんですよ。あ、応対の仕方を。応対の仕方を。そんなレベルからやってましたから。それ最初はなんで営業職に行かれたんですか？やっぱりそのプロ野球という職業がこうやったらやった分だけこう自分の身になるっていうところ、まあ、そういうところで働いてたんで、まあ、同じサラリーマンできないかなって思ってたんですよ。あ、まあ、じゃあ売れば売るだけこう歩合制だ。そうです、成果報酬主義の、 あの業態っていうところがあの魅力だったんで、でそこで、まあ、結果出したら報酬が自分にしっかり返ってくるだろうと。というところで選びましたね。まあ、結構プロ野球選手辞めた後、まあ、保険業界とかも多いじゃん。多いですね。まあまあ、営業職多いな。営業職多いですよ、ね。多いよね。あの育成やってた子誰だっけ、広島の子だから。あ、田中慎太郎。あ、慎太郎。俺結構あれやろ、なんか成績いいんじゃない。いや、すごかったですね。すごかったみたいな。いや、彼も同じ業界やったんですけど。あ、一緒の業界だ。はい、会社は違うけどな。ええー、ね、違うところだったんですけど、彼すごい、ここです、結果出して、買っていきましたね。だよな、すごい、すごいあの収入もらってると思うんですけど。そうでしたね。うん、いや、向いてたんじゃないですかね。それ営業とかやったら、野球やってて、なんかこう、あの時のあれが経験だったなとかいうのがある仕事とかやってて、今。僕結構ね、セカンドキャリアっていう視点で、例えば企業側が野球選手が面接来た時にどう捉えるかって考えてたりしたんですけど、はいはい、野球選手やった人ってこう一つのことを頑張り続けてまあ努力の仕方って知ってるじゃないですか。死んだ時もあって、まあ、それも乗り越えてっていう、まあ、そういうところ見てると思うんですけど、野球やってたことが生かすっていうよりかはこう新しい環境で頑張れる、そういう力だと思うんで、もうそういう意味ではやっててよかったなと思いましたね。入ってからがやっぱり大事なんで、はいはいはい、まあ、努力の仕方を知ってるっていうのはいいね。もちろん知らない子もいますけど、センスだけでやる、ね、子とかもいますけど、まあ、それって本当に一部だけで、みんな苦しんで一軍勝ち取って、まあ、結果出すとか、そういう流れだと思うんですけど、まあまあセンスだけではなかなかプロの世界ではな行かれへんから、やっぱりみんなどっかで隠れてやったりとかな、絶対そうですよね、してると思うからな。それはビッグボスなんかでも案内してな、あれしてるけど、それはもうよう勉強してやってるもん、やっぱ考え方とかも。
すごいですよね、うん、もうそれを発信してあのすごい話題になってますけど、うん、研究もしてたし、そうそう、考えとかじゃないとやっぱりなかなかセンスだけではそれは無理だと思う。で現在はもうちょっと落ち着いて仕事してるんだよ、パソコンの仕事。パソコンの仕事だからネット販売ね、うん、まあ、あのネット販売でこう営業とはまたあの違う部署で、どちらかというと管理の方ですね。顧客の管理？いえいえ、あの会社全体のですね。なんでどちらかというとこうバックオフィスの仕事というか、人事ですとか総務ですとか経理ですとか、どちらかというと今はそっちの仕事です。一応免許というかあれは持ってないの？商材出てるから。いや、そういう免許は一切ないんですけど。ないのか。ないの。宅建は取りましたけどね。ああ、宅建と取って偉いやん。宅建取ったら、いや、もうこれは絶対必要なんかなと思ってまして。おお、その不動産やる上で。うん、別になくてもできるんですけど。いや、会計簿記とかのほら、給を取らなきゃいけない、ね、取らなきゃいけないとか。いや、そういうのは一切取ってないです。あ、取ってないの？経理の実務とかをしてるわけではない。うんうんうん。いや、大学の時やで。商業大学で。まあ、単位取ることだけしか考えない。まあ、そんなもんですよね。その頃はな。そうですね。で、今は、こう、家庭は？今は独身です。あ、まだ独身か。まだというか、一回はしたんですけど。あちょっと待って、ちょっと待って。今は一人です。今は一人か。昔はしましたけど。昔ってまだ若いだろ？だって。いやいやいや、でも。10年経ってあれだからもう、15年か。37、8、今。38になります。38やろ、はい、まだ若いやん、そら。まあ、再婚もしたいなと思ってますけど。やっぱり今パートナーいてんの？その再婚。いや、いないです、いないです。あ、いないの、はい、僕の周りに友達で、非常に仲いい、一緒にゴルフするよく友達でね、趣味結婚、特技離婚って人多い。ぜひ話していただけない。僕もその方知ってますね。僕もその方知ってます。いや、もう次は離婚できないなと思ってるんで。その人を見てこう、その人のプロフィール書いてるから。いや、誰なんだろう、すごい気になりますけど。趣味結婚、特技離婚って。その方よく彼も知ってるけど。僕もその方ですね。いやいや、あまり言えない。怒られちゃう俺。ゴルフ仲間だね。あ、ゴルフ仲間。はい。パイさんすごいゴルフ好きですよね。いや、好きではない。そんなに好きではない。あ、そうなんですか。うん、まあ、付き合いで、まあ、行ってて、まあ、それだけで、うん。やっぱりみんな野球選手好きだけど、そんなに俺好きな方ではないと思う。なんでそんな、いや、シャフトが好きだと思う、俺は。シャフトが。道具で。シャフトが。ドライバーのシャフトとか、はい、海行ったらさ、同じシャフトやから。海行っても。あ、釣りだ。釣りだ。あ、そうなんですか、ね。そうそうそう。どっちにしてもシャフト持ってるっていう。あ、そうだ、釣りがね。そうそう。好きでしたね。で、今は生活的にどうなったの？パターンは、毎日の、一日のルーティンは。いや、そうですね。まあ、会社大体定時で、まあ、終わるんで、うん、その後はもう帰って、まあ、ジム行くかとか。おお、体鍛えてんの？いやいや、そんなに。大体ね、現役の時やってないやつに限ってやろうとするんだよ、終わってから。いや、ほんまそうですね。おお。だって、今行ってるジムなんかはもう現役の時に行きたかったなって思いましたもんね。初動負荷トレーニングとか。よくある。だから現役の時あんまりやってなかったやつはね、もうジム行ってきますとか、ジム行ってんですとか。現役の時に やっとけや、来た時に。いや、本当に。そうなんや。おい、定時に終わってジム行くの？ジム、毎日行ったらやるでも。行ってないですよ。もう週1、2とか。そんなもんですけどね。あ、朝も定時9時ぐらいに行くの？出社は。そうですよね。まあ、定時はいいよね。9時、5時に終わってて。まあ、まあ、毎日じゃないですけどね。うん。まあ、そんなリズムでやってますけど、特にこう、仕事終わって、まあ、趣味に没頭してるとか、そんなはないですね。仕事の、やっぱり生活のメインになってますね。ああ。もうまだこう、趣味のところに行くまでの余裕はないってこと、時間的に。そうですね。仕事一生懸命で。はい。まあ、体を動かす程度やね、準備って。ね。まあ、やっぱり、今転職して結構間もないですし、うん、まあ、その業界のことを知るとか、転職して野球辞めてすぐ働いた時にやってたように社会勉強を全くしてこなかったんで、まあ、本読んだりとか、まあ、不動産始めて1年目の時とかはすごいいい人に出会って、まあ、その人から本読めって勧められて、まあ、週に1冊読むと、で年間で56冊。それ言ってたやん、俺。だから、野球人の前に社会人だよっていうずっと教えてたやん、それはな。
いや本当にそうやなと思って、うん、だってその現役の時にその本とかと、うん、こう出会えてたらなって結構思いましたけどね。もうな、終わってからそういう感じだな。まあ、だから言ってる時はまだわからないんだよな、やっぱりな。いや、そうっすね。うん。だから終わってそういうふうになって卒業したり、あ、まあ、現役に対したりすると、あんなこと言ってたなっていうふうにな、はい、思ってくれたらいいっていうふうに思って、まあ言ってるんだけどな、俺らもな。うん。一番こう、ほんまに取り映えというか、うん、いいのがもう本読むことやなっていう。まあ、あとは野球選手はな、こう、やっぱりチームとしてこう組織だから、やっぱり、このルールごとというかな、守りごとな、やっぱり、時間にしっかり守ると、で、挨拶しっかりできるっていうのが、これがやっぱり一番売りだからね。そうですね。うん。まあ、最低限のことですけど、当たり前のことですけど、うん、当たり前のことがね、できてないっていう人もいるんで、うん、そうそうそう。そういう面では。今じゃあ、基盤、生活の拠点はどこなの？今はね、吹田の伊坂っていうところで。が拠点なの、大体。住んでますけど。住んでる。職場は結構遠いですよ。東大阪なんで。あ、遠いね、結構。そうなんですよ。あ、そっちに引っ越さないで、もう通ってるんだ、じゃあ。そうなんですよ。一人ですけど、マンション買いまして、まあ、そこで住んでるんで、わざわざこう引っ越すのもな。まあまあ、それ買ってんやったらな。はい。賃貸やったらまあ、引っ越し身軽に行けるけど、買ってんやったらなかなか動けないわな。そうですね。うん。まあ、前職ではそこが近かったんですけどね。うん。ちょっと転職したばっかりで。これからは、じゃあ、この今後のこうなんていうの、当面の目標とか夢というかな。そうですね。ちょっと今回、異業種に転職したっていうのも結構思ってるところがあったんですけど、うん、今までは営業職で前線に出て、うん、こうお客さんと接したりとかしてたんですけど、もう次のキャリアアップしたいなっていうところで今回転職して、まあ、管理ですとか、マネジメントの方ですね、やっていきたいなっていうのがあって今勉強させてもらってると、うん、こういう勉強を 今の会社ですごい勉強させてもらってるんですけど、こういう知識とか経験って、まあ、やりたいと思ってもなかなかできないところもあると思うんで、うん、でそれを活かして、まあ、次のステップに進むとか、うん、まあ、今の会社でどん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 こうキャリアを積んでいくというところができるかなと思って、うん、まあ、そこ頑張っていきたいなと。まあね、こういうね、あのチャンネルっていうか、あの本当に野球終わってね、本当まあ30、ね、前後で辞めたり、まあ、35半ばで辞めたり、まあ、20代前半で辞めたり、いろんな形でおると思うけど、はい、まあ、こういうふうにチャンネル見てもらって、こう今度っていうかな、今後こう現役引退される方ね、はい、もうだからそう次のステップっていうのはね、はい、だからよくみんなにそのもうこあの指導者の時に言ってたけど、やっぱり野球やってる間よりその後の方が長いからね。そうですね、うん、そこはやっぱり大事にこう、まあ、野球やってる時はその短い間集中して、ね、はい、やってほしいし、それが終わってからまた生かされるようにね、やってもらいたいっていうのが応援する企画なんで、もうこれからもじゃあぜひ自分のこう目標に向かって頑張ってください。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。